皆さんこんにちは、こんばんは、セロンと申します。ジェノ8社学力テストを振り返りやってきます。今日はこう言ってゴマラレンドさんです。というわけでちょっと落ち着いてやっていきます。お前一人だってキャラ変えてんちゃうぞって言われたらあれですけどね。はあ、どうぞ自己紹介を。あ、問題作成者のミヒです。よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで、ゴマラレーヌさんの点数ですが、下か、よいしょっと。ゴマラレーヌさんは、国語55点、数学40点、社会16点、理科40点、英語40点の合計191点です。つい100桁台に到達しました。どうですか、やっぱ社会難しいんかな。そうっすね、社会がなかなか振るわずな感じ。ただね、結構ゴマラレーヌさん本人も、ご自身で当てずっぽでやったけど結構当たってましたって言ってたんで、なるほど、まあまだ回答期待できるんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ次、とりあえず国語から。国語は、読み仮名統一ですね。ここは合ってますね。ラをつけてないのが偉いっていう。うん、はい、次問2、まあ、ここはもう借金したことあるって人ですね。まあそういう時代があったのか。じゃあこれ今更なんですけど、はい、これ橋宮さんの時言ったけどよかったな。目に余るってなんでこれにしたんですか。え、どういうこと。いや違うんですよ、ファクトキさんっているじゃないですか。今回ちょっとお誘いできなかったんですけど、はあ、あの人の人狼殺の名前って目に余るなんですよ。あ、そうなん。そうだから全然そんなことが考えてないですけど、書けてんのかなって思って。いや、それは知らん。じゃあうまくかかってたんですね。私全然それは存じ上げなかった。なるほどね。そう、これはしめさんとかで言ってくれた。糸井さん。はい。参上する。かっけえな。ヒーローがやってきたぞみたいな。さささ。かっけえな。参上するって どうなんですか。いや。現状こっちや。どうなんやろ。回答上罰になってたもんすよ。どうなんやろ。え、多分罰にしてるでしょ。いや、聞きには来られてないから、もしかしたら配信で丸罰つけてはるかもしれん。え、じゃあミヒさん的には罰ですか、これは。ググる。参上するってね。でも参上する敬語で調べたら、参上は謙譲語なので相手の行動には使えません、使ってるから合ってんの。じゃあいけるんちゃう。いけんのか。いける。丸なんか、もしかしたら点数上がる可能性が出てきた。罰にしてるな。まあそう。まあでもこれも結構、まあいろんな方もいろいろあるからね。まあね、人によって物議かもしれないですけど。そう。まあ、一応今調べた範囲では丸ってことですね。うん、そうですね。ああ次、カッコに合ってたんか、すごいな。来られた、いらっしゃったんで、来られたはどうなの？尊敬語ではないか、丁寧語なのか。出るられるは、今回。どうした？なんかあんまり私は丸にした感じはなかったような気がせんでもないけど。じゃあ多分バツなんでしょう。うん。あ、分からんけど。丁寧語なのかな。ああ、なるほどね。次、トイさん、深淵覗いてるみたいな、覗かせていただく。霊能者はそういうなんか書き分けて見てる感じなのかな。確かにね、よくあるじゃないですか、なんか深淵を覗くみたいな、カオスを覗くみたいなあるじゃないですか。なんか霊能結果はそういう風にして見てるんかなって。死者のね、魂見てるわけですから、うん、それはもうあれですよ。で、これって罰ですか。罰ですね。早いな、即答やな。で、問い4、ここはどうですか。じゃあ私がノーベルはノーベル賞もんですけど、もう違う気がせんではないけど、謙譲語、まあ、自分を下げるわけですから。え、うん、そうやろ。ノベルは申し上げます、述べます。ノベルは違う気がするな。ノベルってでも人に対しても使えるじゃないですか、教授が述べているとか、うん、言えるんで、ってやったら謙譲じゃないでしょ。うん、違う気がする、うん、じゃあ調べた感じどうでした。違う。あ、OK。じゃあ罰です。でも参上だけで結構点数上がる可能性ありますね。次、うん、横文字出てきた。1番優勢の判定が劣勢、2番感情の判定がロジック、3が具体の判定が抽象、4が、まあ、貧乏
でここか文節じゃなくて単語になってるから、あ、たかかのか、ですよね、たきってない、はい、じゃあロジックってどうなんですか。ロジックは論理になるけど、まあ理性やからね。ロジック日本語、いやだから言うてん、まあ、論理、まあ、やったら微妙、人道的解釈をしたらロジックになるんやろうけど、一般的に、うん、考えると違うってことですね。違うね、はい、なるほど、はあ、次第6位、違う。はい、次ほんまここ触れるとこないよな、うん、だからないからもう次、だからないから次って俺が言うてんねんか、はよ次来たー、横文字来たドイツは春は獣、ヨーヨー白くなりけ、山際は若輩猫である、まあまあまあ別にいいっす。ついにキングダムです、始皇帝の話になりました、ついに。そやな、キングダム最近ね映画化もしてますから。でも私、え、キングダムちょっと映画むず、あの映画ちょっとタイプじゃなくて読めてない人なんであれなんですけど、僕もタイプじゃないです、キングダム。だからちょっとどんな冒頭なのか全然ちょっと存じ上げないんですけど、まあ、漫画やからこんなんじゃないでしょどうせ真の始皇帝の全身の人が、あのザッザッザッ、俺はこれからこの世界の王になるとか言ってんじゃないですか、わかんないですけど。え、そんな感じやった。いや知らない知らないです、全然知らないですけど、 そんな感じじゃないんですか。わからんわからん、知らんけど。ナレーション、いにしえから続く動乱の世、時は春秋戦国時代、その大陸、春秋戦国時代、はい、その大陸では7つの国が対立していた。各国の王は数十万の兵を率いる将軍たちに戦を命じ、地で地を争う壮絶な戦争が500年もの間繰り返されていた。そして西の大国秦では、二人の少年の出会いがその歴史を大きく変えようとしていたっていうのが冒頭らしいです。なるほど、はい、だからまあ似てるっちゃ似てるけど違うっちゃ違いますね。なんか物々しいあの語りから入るのはそれっぽいですね、うんうん、結構あの重たい感じの話ですね、はい、まあ、まあキングダムって言われても分からんかないけどね、うん、ちょっとその時期なんでね、ちょっと馬とかもありそうですし、うんうんうん、でも違います、残念です。残念です。数学、まあ、ここはあれですね、トイさんが関東片方ないんで三角ですね、これは、うんうん、トイ4は多分普通にやってるのかなかな、うん、多分3ルート3にして足したか、違うか、それじゃ合わんのか、うん、多分3ルート3、あ、分かった分かった、多分3ルート3にしてる、これ3ルート3にして、3ルート3足すルート3分の6をして、3ルート15にしてマイナス27ってなってちゃう。あ、ちょっとよくわからなかったわ、ついていけんかった、僕、はい、わかんないです、僕もごめん、わかんないです。ここは5度違うのと20度違うんで、多分どっかで計算が狂ってます。でも線書く場所合ってますね、そう、補助線引いてるからいけそうやのに、うん、まあ惜しいって感じですけど、多分時間なかったって結構いろいろ焦ったのはあると思うんですけどね。なるほどね。次、まあここはもう回答なしということで、ね、次ここもほらやっぱ3分の1陣営やわ、まあ、大体肌感3分の1ぐらいなのね、うん、3試合やったら少なくとも1回は引く確率は3分の1ってやつなんで、うん、大体3回やったら1回は引くやろうっていうやつっす、多分違うな。でも実際だって数値的にそれぐらいやもんな。まあそうっすね、なんかたまにね3連続とか引くときありますけど、まあ、あくまで振れ幅ですから、確率の話、そうそうそう、だったら実正解じゃないですね、はい、はい、次トイゴ500円当てまーす。当てるよな、はい、あ、よかった反応がなかったから。次社会かわいい、奈良王国のパクリが出てきたぞ、これはかわいい、全部ゴマ王国、ヨーロッパ全てをEU 支配してる、 EU 全てを支配したEU じゃ、 EU の略称は何や、ゴマ王国やったんか、あれ、いや、え、
いや、あの、ごめん、またあの社会的な知識的になりそうやったからちょっと止めたから。あ、いや、いいよ、全然いいよ、言って。え、あの、ノルウェーとイギリスは加盟しておりませんって言ってまうところやった。あ、そっか、イギリスは脱退したんか、あいつら。うん、脱退してるし、ノルウェーは加盟してないんでって思って、なんかそういう、あ、なんかそういうこと言うたらまたなんか、あーって思ってこらえたんですけど。あれでしたっけ、イギリスが脱退したんってギリシャのせいでしたっけ、うん、ギリシャというよりは、まあ、難民とかそういう移民の問題が多かったんちゃうかなと思いますけど。ああ、個人的にギリシャの、あの、経済破綻、まあ、財政破綻のそういう、まあ、こうむらなあかんのもあるし、そういう国境内の移動が自由やから、その、うん、まあ、ちょっと何、東欧からの移民とかが増えてきたりとかして、うん、国内の、だから言ったら国民の仕事が他国民に奪われる。うん、だからちょっと困るよね。そうそう。ちなみに、でも僕イギリス行った時にまだポンド使えたんですけど。あ、イギリスはもともとユーロ導入してないです。あ、そうなんや。うん。ああ、いや、ユーロやと思ってたんですよ。うん。だけどなんかずっとポンドで、なんでポンドなんやろうと思ってたんですけど、そうやったんですね。ね、どこやったっけ、自分がな、何やったっけな、あ、そうそうそう、高校の時にさ、すごいその私の大好きやった先生が言ってくれとったんが、うん、イギリス、ウェー、デンマークって言ってくれて、なんて、え、イギリス、ウェー、デンマークがどうしたん、え、ユーロ導入してない国、イギリス、ウェー、デンマークな、イギリスとスウェーデンとデンマーク、あ、分かってるよそれは分かってるよ、それがバカなの、その3つの国はユーロ導入してないよって教えてくれた。はあはあはあ、そういう覚え方をしてるってことですね。なんかそういう風に聞いた覚えがある。あー、なるほど。イケボやったんや、あの先生。ただ、ゴマ王国では何の単価かって話ですよね。ゴマ王国はレーヌや、レーヌ。レーヌ単価だ。レーヌ単価。1レーヌや、2レール、3レーヌや。マジ？あの言い方やったらレーヌって名字じゃないですか。違うか。いや、だから別に。あ、なるほど。ミドルネームがラーで、ゴマが名前になるから、うん、やったっけ、海外の名前の仕組みって、うん、いや、だからええやん、別に例抜けか、例抜け、なるほどね次問いに、何もおかしくないやん、私、何も、はい、まあ、例抜けは日本のやつを知ってるかって話ですね、今日は、はい、例の王国は山梨、青森、栃木、鹿児島、群馬は、すげー合ってる、ほぼ合ってるだから果物には明るい感じですね。確かにね、野菜がちょっとあれって感じです。でも群馬が1個上やったんで惜しかったですね。だからキャベツ鹿児島陣営が出てきたけどね。今まで大体北海道やったけど。確かに。うん。次、トイさん。ジャンキーやな。あれや、三大欲求になってる。これただの。ゴマラレーヌさんの三大欲求になってる。人狼欲、睡眠欲、食欲っていう。気なんやな、人狼。すごいな。すごいね。そこまで人狼やりたいと思わないですけどね。まあでも いろいろね、いろんな村に参加されてるし、うん、だからご自身でね、ゴマラレーヌ村って作ってますから。せやな。じゃ、多分あれっすね、あの、僕たち、あ、僕の界隈あるじゃないですか、うん、あの辺、うん、この後はまだね、よ、あの怪盗系のあるミルメイクとか、うん、ね、あの辺ってやってるゲームがスラムすぎんすよ。そうなの。だから、なんでしょう、ゴマラレーヌ村とか、なんかそういうのってね、ゴマラレーヌ村じゃね、ゴマラゾレーヌ村ですね、うん、とかってこういろんな配信者たちがわーっておるから、あくまで楽しいが絶対になるじゃないですか、うん、あのクソの狼の誘惑って嵐がおるかどうかをまず精査せんといけんじゃないですか、うん、で例えば40分 1日って絶対単成って1周目だけで30分とかかかるんですよ、うん、まあ、1人60秒の活気球で540でしょ、うん、でからの2日目、2週目だったら100秒になるから900秒なんですよ。だから合計で1400秒ぐらいかかるんですよね、うん、ってことは60秒換算したらだいたい30分ぐらいか、うん、なんすよ。だったらもうね、すごくね、そのなんか1日頑張ったのに嵐出てきた時というほんまないんすよ、うん、だから多分どんどん僕たちのこの僕の近辺におる人狼配信者が人狼をやらなくなるのはそれが原因かなと思います。うん。多分。だから、あの、これが楽しくできてんやろうなと思います。人狼欲にかけるぐらいの。
まあ、だからまあ白間さん周辺の皆さんは女将の誘惑というあの嵐ゲーミングにあってしまって人狼欲が下がってるということでいいですか。そうそうそう、はい、企画するか俺出してください絶対思ってへんやろ、うん、いきますよ次問4、政府企業消費者推し、これあれですね1個ずつはの正解ですよね。1個ずつ、はい、C だけ間違ってって感じですね。せやね。次問5、原稿にな、違う、日清日英日中違う、十字宗教違う、はい OK 違う違う違う、もうこれ以上言っても、じゃ深掘りしすぎたらまだやかましいなって言われるから、もういやだからもうだから私飛ばしても次の問題で笑ってんのに、なんでそこでまた戻ってくんの。あ 次の問題で笑ってんのに。じゃあ違う、じゃあさっさき言っていい、うん、次の問題に行ったのは普通にマウスのスライドホイールを間違って下にやっちゃったから、だからミシさんが見れてないと思ったんよ。見た見た見た。あ、そうですか、わ、はい、かりました。じゃあ次、問6、はい、歯科公園って書いてある。歯科死刑です。だからそれに笑ったんや。レーダー全面殺すのか。広島神社やね、ほんで奈良王国とレーヌ国連合で戦争するかやるか。多分ヨーロッパの方が勝つよね、どう考えても。ヨーロッパじゃんか、レーヌ連盟やから。こうだってとさ、とあの奈良の鹿公園と勝てる。いや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 、奈良の鹿神の使いなんですけど。いやそんなこと女神ね。だからヨーロッパもエウロペかなんかや。あせやエウロペや。ヨーロッパエウロペや。やっぱキッズゼウスの嫁や。嫁やったっけ、エウロペは。何やったっけ、嫁はヘラや。でもパートナーゼウスって書いておで。あんじゃやっぱそうやんな。だヘーラーがキサキか。エウロペはなんかヨーロッパの母って言われるから、ヨーロッパ全土に対してのバフがかかんねんな、あいつ。しかもギリシャがあるやろ、神話やったら。うん。強いな。お前勝ち目ないわ。ただ、姫路城のおさかべ姫立てても無理やわ。無理でしょ。広島神社さんもちょっと無理だ。まあ、広島神社さん。ちょ、鹿おらんやん。いねえじゃん、鹿一匹も釣ってへんやん。マジでさ、映っせよ、せめて。映ってたら鹿超えて許したけど。映ってへんやん。奈良はそんなに奈良公園の印象しかないんか。鹿しかおらんのか。広島にも鹿だっているじゃんかよ。っていう。確かに。おるやろ、厳島神社に。なんかおるイメージはあるね。見たことないけど。いますよ、僕行ってみましたもん。なるほど。別になんか他の観光客は、うわ、鹿かわいいとか言ってたけど、僕は、いや鹿やんたのって思いながら見てましたけど。いやでもどうせあれやろ、厳島神社の鹿より奈良公園の鹿の方が立ち悪いんやろ。なんで？あのほら人見たらとりあえず頭下げとけ下げとけ、せんべいよこせっていう、あの突進してくるから。そう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 、あいつらもう慣れてるから、飼いならされたから。はい、じゃあ次ですね。正しくは法隆寺姫路城厳島神社です。はい、はい、次バッハ。作曲家出てきた。カツラがな、そう見えるわな、ね、見えるわね、あ見えます。違います、バッハは音楽家です。はい、はい、音楽の父、はいはい、バッハって何作った人だっけ。バッハって何、ショーフーガー。分からん。で、あなたの髪の毛ありますか。ああ、なるほど、分かったそれで分かんの嫌やな。次、リカです。いきます。と、過去1は答えは C なんで B じゃないです。これあれですよね、ん、C のところが一番下になって、そっからだから B ってまだ加速中なんですよね、要は。だから B はそうね。で C が一番最高打点で D になったら上に上がるから火力が落ちるってことですよね。え？その火力っていうか威力が減衰するってことですね。だから減衰はせずに、これは、力学的エネルギーはあの同じなので、だから高いところに行くと位置エネルギーに変わってて、運動エネルギーじゃなくてって話。じゃあこれは何、 B イコール D ってこと。え、 B イコール D？ うん、まあ一生の力が働いてるわね。そうなんだ。 A イコール E の B イコール D で C ってことね。うん、なるほど、うん、はい、理解した。カッコ2は感性ですね。なんで、はい、はい、次カッコ2、女王なんたら痴漢法
惜しい。水上時間法です。惜しい。それなら髪型がね、さっき来ちゃったんで。なるほど。ああよかった、今分かってくれてよかった。分かったよな。はあ、分かってますけど。よかった。情報、大阪と京都のことでしょ。あ、そうそうそう、髪型文化のやつ。はい。で次、BTB 溶液が青になるのはアルカリなんで違います。次、トイさんが小笠原来たんであれですね。で2個目が台風で合ってるって感じですね。うん。次、トイの食物連鎖はバッタヘビワシなんで、ここはヘビが入って正解です。でトイ2が材料が太陽光と二酸化炭素、まあ、これは光エネルギーって書いてるんですでに、うんうん、材料には、光水、水ですね、光を除いたやつになるんで、で生成物が酸素と水なんで、まあ、これでまたぐちぐち言っちゃうとミスさんに怒られるんで僕は黙っておきますけど、はい、×ですね、はい、合ってると思うけどな。はい、問い5、黄色です、当てます。問いに当てます。 1700m です。はい、ちょい聞いていいですか。何がこれどうやって出すの計算法。何がえカッコ2の計算法、俺解いてへんかわからんねん。5から340 5×340。 あーそっか、距離、あ距離求めたか、道のりかける時間か。じゃ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 、えミハジやろ。え速さかける時間かってことやな。はい。では五角形三、あ、オッケーオッケーオッケー、理解して理解して、オッケーオッケー、あ、そうそうそう。次、問い六、元素記号です。水素 H カリウムじゃなかった。カリウムは下です。フッ素の F を当てて、問い四が謎の GO、GO って何やったっけ？ないよね、そんな。知らん。いや、あるんかもしれん。あ、この世にはってこと。ゴマの5がなんかもしれん。あ、ゴマややろ。じゃあ4と5でやろ。うん、今気づいた。元素で、ジオが今あるかどうか調べてます。ないか。 MA は MA アリス、え、MA マグネシウムじゃね。マグネシウム MG。あ、そっか、 MA か。 MA ありそうやけどな。パッと見た感じないけどな。元素どうすか、ありそうな、いいかな、出てこんかな。え、あるあるある、43番、マスギウム。それ43番 TC って書いてますよ。あれ、なんやろう、この表には。あ、え、 GAGE やったらあるけど、なんかね、変わったらしい。変わった？変わった？今はテクネチームらしい。あ、今がね、今が43番がテクネチームってやつらしいです。でちょっと前まで MA やったんですか？なんかあったらしいで。で、それが何？ MA って。え、なんてこれ。なんて書いてあったこれ。チルノの算数教室みたいな、そんな名前。マスリウム。マスリウムらしいです。なんで変わったの？え、なんかマスリウム、なんか未確認やった？なんかようわからんもん。未確認生命体がおったってこと？生命体ではないな。未確認物質がおったってこと？まあ、元素があったんちゃうか？え、聞いていい？うん。なんで未確認のやつがさ、元素記号に登録されとったの？まああるんちゃう、そういうこと。人工の意味するものを、マステクネチウムの何個で、75番のレニウムのともに43番の元素を発見したとマスリウムと名付けたが、他の研究者からは確認されず、その存在は否定されたらしいよ。うん、マスリウムをもう一回見つけることができれば戻るってことか。いや、もうテクネチウムになってるから無理やろ。でそれはないから否定されただけでさ。でももうその43番の番号に当てはまるのはテクネチウムってなったんじゃない？あ、なるほどね。あと、そういう巷の界隈って言ってことね。うん、なるほど、はあ、はあ、らしいです。4と5は5まです。
次英語いきましょう。まあレーヌ王国なんでね、レーヌ連盟率いてるんで英語得意でしょう。レーヌ連盟の共通語が英語とは限らんよ。マジであんだけヨーロッパ全土従えてんのに、うん、マジ。次いきましょう。で1個目がフルート、違うブースでした。2個目が、あーごめん、トート英語苦手なんや。読み次が perhaps、 要するに example、 違う全部違うね。1個目が正解が フルートでしたっけ、フラットでしたっけ、フラット、ね、はい。で2個目正解、3つ目が正解、4つ目が、ライブラリーが正解で、ここはボックスだけが違うんか、ナイフスになるからっていうことですね。はい、次問2は、家庭法にするんで、ワーとクッツにしないといけないらしいです。で、問2は、イットイツなんで、イットイツは普通のイットイツ構文なんでダメですね。で、次、問3、で、問3は、彼は人狼ゲーム界で最も有名な配信です。He was the game road、あ、ザワールドって多分書きたかったよな。なるほど、ゲームワールドって書きたかったんかもね。そう、だから世界でってことで、彼はそのゲームの世界で最も有名なやつ人ですっていう。最もがないんか。そうそうそう、モンストがないからね。なるほどね、はいはいはい。で、これ問4は間違ってます。無理がね、そう、マインがね、マイン割ってんすよ。でもマインじゃないんすよ、これメインになっちゃう。そうそう。問い3、並び替えです。This village are werewolves who attack village。これどうなんですか？この村は狼ですってなっちゃう。人狼ですってなっちゃう。なるほど、ね、確かに。はい、そいつらが攻撃してくるってことやな、ね。なるほど。問い2、Do you cheer from me mind my my standing？ まあ、前が2回続いてる点で。ね、あれ？え？いや、前が2回続いてる時点でね、ちゃいますよねっていう。いけるかなと思って考えちゃった。あ、なるほど。いけんの？いけへん。いけへんのかい。いや、だって構文的にどうなるかによるからさ。あ、確かにね。はいはいはい。さとりさん、ワインのやつですけど、ワイン is made of grapes。これはね、原料が形から変わってるときはフロムを使わないといけないらしいんで。確かワイン読み上げていけたらありがとうございます。確かワイン is made from grape らしいです。次問4、この問題は私にとって難しすぎて解けない。 This problem is difficult to me to solve for so this。 あー、そっか、 to to の中に入れやんといけんのですね。じゃあどうなんですかこれは。え、だから to の場所が違うから。そうね、だから to を、 to を difficult を to で書かんといけんからってことだよね。 to で、あと for me だから誰にとってのところか、 for じゃなくてってなってるから。うん、なるほど、あらしいっす。次問4、長文読解です。と1番、まあね、もうゴマラレンさんにはもう関係ない話ですけど、ね、こんな確かに、うん、わざわざ書いてくださって申し訳ございません。問1は、収益化条件は2023年6月、問2が、1000人プラス4000のをちゃんと抜き出してるんで完璧、うん、問3は、あれですね、もう私にはこんなもん常日頃のもんですよという言わんばかりの空欄ですね、うん、怒られんな。問4、however で逆説やってます。問5は、日本でいつから開始されるか分かりませんということで、以上以上。一番面白かったのは全部ゴマラレーンです。じゃあゴマ王国です。これです。 MVP でしょ。いやな、うん、これを超えるね回答が来るのかどうか楽しみにしていきましょう。楽しみですね。はい、ゴマラレーンさんの、配信、アーカイブ振り返りでした。また、概要欄にアーカイブなりチャンネルの、リンク貼っときますので、ぜひそちらのご参照をお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。いらっしゃい。